はい、こんばんは、島津でございます。デスストランディング、前回の続きからやっていきましょう。前回ね、ハートマンの面白いところとかね、まあいろいろ確認するところで終わったんですけど、本日はハートマンの依頼を受けていく感じです。このエリアの最終目的はタールに沈んだ中継ステーションの代替施設を設置することだ。まずは我々の科学スタッフが常駐するシェルターにカイラル通信をつなぐ。アメリの状況は今のところ何もわからない。ヒッグスの動きもだ。気がかりなのは君も我々も同じだ。だが今はこのエリアをつないでその先のエッジノットシティに向かうしかない。まず地質学者と古生物学者のところをつなぐ。エゴデボ学者には古生物学者のところから君に運んでもらうものがあるようなんだ。そこで荷物を受け取ってからエゴデボ学者のところへ行ってくれ。3カ所すべてつないだらここへ戻ってくるんだ。代替施設を設置するのに必要な荷物を渡す。うんうん。まず繋いでからってことですね。仮の中継地点を作るのは。スタミナ低下をね、軽減してくれるみたいですね。なるほど。あとね、雪の中で休憩すると凍死する可能性もあるみたいですね。えげつないな。自分はね、ホワイトアウトの中ね、エナジードリンクで無理くり突破したからいいけど、エナジードリンクもない状態でスタミナ切れたらね、休憩するしかないからね。はいはい、そういった投資も防ぐ、機能を持ってるみたいですね。これ一個作ってた方がいいよね、さすがに。じゃあね、まず、そうだね、地質学者行ってからかな。荷物が、80はおめえは。本来だと経由していくのがいいんだけどね。どうしよっかな。もうまとめていこうか。うん、トラックあるし。トラックが難しかったら、ね、考えましょう。地質学者は化石を調査して過去にあった絶滅期に関する研究をしている。要は地層の発掘をしてるんだが、この地質学者にカイラル汚染の初期症状の疑いがある。どういうわけか発掘中にカイラル線を大量に浴びたらしい。周囲のカイラル物質を除去しないと調査も止まったままだ。彼の症状も回復しない。彼にカイラル物質除去剤を届けてくれ。この地質学者が発掘していたのは白亜紀末の地層だ。そう、この頃はそれまで栄えていた恐竜が絶滅し、小型の哺乳類が生き延びた大絶滅期だった。それはビッグファイブと呼ばれる過去の地球を襲った大量絶滅のうちの一つなんだ。彼はその地層ですごいものを発掘したらしい。なんだと思う？ビーチの化石だ。本当にビーチの化石であればこれは途方もない大発見だ。そこでサム、彼が発掘調査を続けられるようカイラル物質除去剤を届けてくれ。それからもう一つ、古生物学者に反物質爆弾を運んでほしい。彼はうちのメンバーで化石の発掘をしている。タールに汚染された地層を発掘調査するために反物質爆弾がどうしても必要だということらしい。君はもう分かっていると思うが、運搬用のケースが破損してしまえばそれで一巻の終わりだ。いつも以上に荷物の取り扱いには気をつけてくれ。ちょっと待って、半物質だったの？もう一個。いや、いらんわ、いらんわ。ちょっと、まず、そうだね、パイルスケルトンは必須だね、この時点で。ガチか。いらん、いらんよ。うわ。サム、分かっているとは思うが、その半物質爆弾は強い衝撃や車両フローターの激しい揺れには到底耐えられない。警告音に気を配り慎重に運ぶんだ。この雪山運ぶとか地獄でしょ。どうしよう、半物質トラックで運べるかこれ。依頼が受注されました。ちょっと待って、ガチでやばいかも。まあ、とりあえずトラックに積みましょうか。この速度でならね、半物質大丈夫だけど。いやー、これ。ただでさえ、
高難易度なのに雪山で半物質持たせるなんて、ちゃんとさ対策してくれよって話だよね。半物質、じゃあ行きましょうか。まず地質学者かのとこ行きましょう。サム、ハートの湖の話をしていたな。うん、そのハートレイクがテロの傷跡だ。あ、そうなんだ。ハートマンの妻子を奪い、ハートマン自身にも変化を及ぼした。彼は心肺停止状態が21分間続いた。死ぬ可能性もあったが、ハートマンは生き返った。その時低体温療法の最中だったおかげだ。その21分間がその後の彼のライフサイクルを変えてしまった。もともとドゥームスだったが、その事故で能力のレベルが上がったに違いない。ビーチに行って家族を探す彼の人生が始まったんだ。サム、すまなかった。せっかく私のラボに来てくれたのに、君を見送ることもできなかった。その時も話したが、この一帯には DS 以前の絶滅の記憶が眠っているんだ。そのせいなのか、BT の目撃情報も多いんだ。私のラボに BT の模型があっただろう。目撃情報を元に作ったんだ。あくまでも目撃情報を元にしたものだ。実際に見たことがある君には違和感があったかもしれないな。ここがね、現場だったのか。うん、ボイドアウトが起きた。だから、なるべく近くにいようってことで、ここにね、施設を建てたんですね。そういった理由だったか。はい、わかりました。じゃあ、安全に運びましょうか。やめて。やばいやばいやばい。ガッタンガッタン言ってる、ガッタンガッタン言ってる。大丈夫か、俺。バレ団子。ああ、嘘嘘嘘嘘。待って待って。ちょっと待って、耐えろ耐えろ耐えろ。耐えろ。オッケー。待て待て。半物質には手出させねえぞ、お前ら。頑張れ、踏ん張れ、踏ん張れ、踏ん張れ。オッケー。おい、オッケー。危ない。あ、やばいやばい、焦げちゃった、焦げちゃった。ごめーん。連れて行かれたん。うわ、あ、イカちゃんが出てきた、イカちゃん。久々だな、イカちゃん。聞いてないからな。弾切れちゃうよね。弾切れちゃう。あ、来た来た来た。援護してくれる人が来た。ありがとう、ありがとう。やった、血液グレネード。ありがとう、ありがとう。マジありがとう。って。ルーンのストレスが溜まってる。オッケーオッケー、ありがとう。ここもバカ倒すわ。いや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 。ちょっとなかなかえぐ、えぐみ。もうちょいなんだけどな。あ、ミスった。やばい、誰か、武器をくれ。もうおしっこしかない。おしっこしか。おしっこ。待て、おしっこさして、おしっこ。おしっこ、おしっこ、おしっこ、おしっこ聞いてないの、おしっこ聞いてないの。おしっこ聞いてない。おしっこ、遠かった。おしっこ遠かった。あ、おしっこ遠かった。おしっこ遠かった。おめ、踏みを。あ、アサルトコムダンあった。ナイスナイスナイス。マジありがて。マジありがて。ナイス援護。来た来た来た。アサルトコムダンくれた。よし。レベル3だから。血液弾も出るからね、これ。倒せる倒せる倒せる。ありがとう、別世界のサム。よし、倒せた。倒せたよ。やべ、半物質も結構ダメージ受けちゃったな。今回ので。どのくらい？やばいやばいやばい。ケースが損傷してる。だけど、持ってきてないんだよな。スプレー。スプレー持ってきてないの。っていうか、トラックから落とされんだね。あ、あった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 。どうですか？サム・ブリッジズ、ありがとう、来てくれた。実はここのところ情緒不安定で、嫌な悪夢を何度も見ていたんだよ。もしかしたらこれは君たちドゥームスが見る絶滅のかと、発掘調査の疲れのせいかと思っていたが、まさかカイラ老戦されているとは思わなかった。放置していたら自殺衝動を起こす可能性もあった。今死ぬわけにはいかない。研究はまだ終わっていないんだ。でも君のおかげで大事には至らなくて済みそうだ。荷物の状態を見ればわかる。君がどんなに優れた配達人か。ありがとう。ああ、いやでもそんな、ああ、そこそこね、ランダムでダメージ受けてますね。
子も UCA とつながったわけだ。失われた過去の研究データを見ることもできる。ビーチの化石の分析もさらに進められる。ビーチの化石を科学的に検証することもね。6550万年も前の地層にカイラリウムがあるなんておかしな話だろう。だとすれば今と同じようにデスストランディングが起きていたことになる。その大量絶滅も DS のせいだなんて。カイラル物質は人類が現れる前の地球にも存在していた。その地層が証拠となる。これを見てほしい。黒い亀裂があるだろう。カイラリウムはここから検出されたと考えられる。地震が起きるとその断層部にもたらされた摩擦熱によってシュードタキライトという層が組成されることがある。それは地震の化石とも呼ばれている。それに習えばこの黒い亀裂はビーチの化石ということができるだろう。カイラリウムが地層の形成に何か影響を与えたんだ。つまりこれは白亜紀末の絶滅期にビーチが現れた痕跡ではないか。これだけではない。カイラル通信がつながったことで他の絶滅期の地層でもビーチの化石が示唆されていたというデータが普及してきている。ビッグファイブをはじめとする大量絶滅期にはビーチが毎度出現していた可能性がある。君がカイダル通信をつないでいってくれることで様々なデータが復活し、一人ずつの研究の成果が一つになっていく。今まで失われ断片化し孤立していた全てが復元され、解明されるのも時間の問題だろう。これは素晴らしいことだ。ありがとうサム。この先も君に期待しているよ。お疲れ様でした。新しい依頼が。いやーよかった。受注する際は配送端末にアクセスしてください。どっかセーフハウスねえか。セーフハウス待って、あと半物質だね。半物質を届ければいいだけだ。どっかねえか。セーフハウス、新しいトラックを見つけた。あ、ありがとうありがとう。はい、じゃあな、ありがとうな。あ、やべ、エンストした。エンスト通過。うわ、頑固だった。やばい、完全スタックですね、これ。うんともすんとも言わない。歩きだ。ここから歩きだ。さて、小休憩も終わったんで。寝かせてくれ。いや、起きて。起きて。起きて。はい、行くよ。ちょっと今ね、音楽が流れてたんでね、待ってたんですけどね、気づいたら寝てました。じゃあ半物質届けましょうか。どんだけ劣化してるかね、めっちゃ気になる。あー、やっと届けられた。ジップラインがなかったらね、かなり辛かったと思う。よく持ってきてくれた。これで発掘作業が再開できる。この辺りは足場も悪くて有毒ガスが噴き出している場所もある。いや本当はね、先にジップラインここに来てくれるまで随分苦労した。いや苦労した、本当苦労した。本当にどうもありがとう。いや本当ジップライン先にね建設してくれてた方ありがとうございました。めちゃんこた61%。いやこれ C だろ。まあいいよ、もういいよ。こんな悪路厳しいってガチで。ではカイラル通信をつないでくれ。了解。やったん、あと一箇所だよね。酸素マスクをゲットした。チャージ式、ああ血液グレンド、いいね。はい、お願いがあるんだサム・ブリッジズ。君を見込んでの依頼だ。ここに来てくれるはずだったポーターが貴重な荷物を落としてしまったんだ。その荷物の中身なんだが、実は2億年前のものと推定される、まるで生きているようなアンモナイトだ。氷河が溶けて露出したアンモナイトの化石群をポーターが発見したんだ。その一部には細胞のようなものがついているというんだ。信じられるか。本当ならすごい。しかしそのポーターには発掘のようなデリケートな作業はできない。アンモナイトが埋まっている地層をえぐり取って運ぶよう頼んだ。他
他のアンモナイトの化石と比較する必要があるからな。そこで錆体付きのものとそうでない通常のものを掘り出してもらったんだ。だがそれを全部落とした。信じられない。複数ある荷物のうちの一つが錆体付きなんだが、どれがそうなのかわからない。荷物を落とした場所は有毒ガスエリアらしい。このシェルターから見て南西の方角だ。落とした張本人のポーターはそれを発見することも回収することも無理だと言ってるんだよ。すまないが君に回収を頼みたい。念のために防毒用の酸素マスクを用意してやる。安全のためだ。依頼を受けた時に渡そう。もしそれが本当ならば大発見だ。魚類にも耐性を行う例はあるが、しかし錆体のようなものがあるアンモナイトなんて考えられない。しかもおよそ2億年前といえば三畳紀末。これは大量絶滅の起きた時期と一致する。ビッグファイブの一つだ。その錆体はビーチとつながっているんじゃないか。その荷物を回収して分析できればデスストランディングを解明する大きな手がかりになるはずだ。もう少しなんだ。もう少しでデスストランディングの全体像がつかめる気がするんだ。ああサム、一刻も早く見つけて回収してほしい。やべえとこに落としたね、その化石。まあ、行きましょう、もう。これね。酸素マスクのことを説明するわ。空気をろ過して酸素を供給してくれるわ。防毒効果はもちろんだけど、スタミナの消費を抑えたり、踏ん張った時の疲労を軽減する機能もあるの。ただし、酸素マスクを使用するとバッテリーを消費する。だから、気をつけて使ってね。いや、有能ですね。バッテリーで酸素が生成できるとか。めちゃくそ有能。はい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 、はい。ここね。あ、確かに有毒エリアだね。どこにあるんだろう。あー、落ちてる落ちてる。発掘されたアンモナイト。すんげえとこ落としたね。別ルートから。意外と近くてよかった。あー、毒ガス。が出てるよ、気をつけてって言ってるわ。いや、そんないい道じゃねえぞ。こっからだ、こっからだ。こっから。はい。酸素マスクつけて、じゃあ行きましょうか。まあね、落としてますね、いろいろと。ていうかさ、そのポーターもさ、酸素マスクね、使えばよかったんじゃないかって話なんだけど。はい、持ってきたよ。持ってきたよ。めっちゃ苦労した。受け取ってくれ。はい。おい。おお、どうもありがとう。あ、早く見たい。早速確認しよう。よかった。文句のつけようがない状態だ。いや、まったく。サム、回収してくれてありがとう。やはり荷物のうちの一つは錆体付きのアンモナイトだったよ。この画像と簡易的なデータはカイラル通信でハートマンのところに送った。その地層にはわずかな領土がタールが含まれていたんだ。ハートマンが予想していた。それでもう一つお願いがあるんだ。また手間をかけるが、今度はこのアンモナイトをデボデボ学者のところに運んでほしい。彼女はそこでタールの調査をしている。このアンモナイトとタールを彼女に見てほしいんだ。あ、これは、これは貴重なものだ。回収してくれてありがとう。彼が言うエボデボ学者はタールが生命にどんな影響を及ぼすのか研究しているんだ。彼女のシェルター付近に設置してあるタール採取装置をピックアップしてアンモナイトと一緒に届けてほしい。タール採取装置の回収は彼女には無理だ。私たちには君の力が必要だ。採取されたタールを彼女が検証すれば DS の謎に近づけるはずだ。カイラル通信をつないでくれたおかげで過去の研究データも復活してきている。これも君のおかげだ。引き続き頼むよサム。ほら、もうこのままね、運びましょうか。あ、これをね、エボデボ学者に渡してほしいって言ってたんだね。
エボデボ学者にはタールを回収してアンモナイト見せると。オッケー。アンモナイト37キロ。おめえなー、おめえなー。あそこね。回収地点を確認。いやー、来たー。来ましたよー。そんなにあんの？ 5 個あるみたい、全部で。どう？あ、やべ。最大は？あれ、最大切れないよ。はい。まず1人。2人。ねえ、隠密でいけば、どうってことないですね。え、なんか、でかくない？こいつ。拘束してるときに、あ、やべ。あれ？弾かれたよね。BT にも効果あるはずなんだけど。こいつ特殊？まさか。特殊な BT。でかいよね、こいつ。ほら、効かないもん。こいつ近づかん方がいいわ。なんかやばい気がする。やばい匂いがする、あいつ。このボーラーガンがダメってわけじゃないよね。ほらほら、効果あるもん。こいつには効果あるけど。よいしょ。あいつには効果ないってことは、とか、あいつだけ特別なんだよね。うわぁ。やばいやつを相手にしようとしてたみたいですね。はい、どうにかね、タールを回収できました。いや、あいつは強敵だったね。初めて見るね、こんなでかい BT。あいつがすごい、探知能力が優れてた。ちょっとね、遠くに離れててもね、足音を走ったりするとか、すぐ気づかれましたね。いやー、強かった。じゃあ、このまま、持っていきましょう。上にはいなかったよな、確か。大丈夫なはず。疲れたで。やっぱ雪道ね、方向転換が難しいですね。足場、取られちゃいます。長かった。これでハートマンのとこ戻るんでしょ。さすがね、サム。まさかこれを回収してきてくれるなんて。ありがとう。いや、面と買ったぜ、本当に。タールも保存されてる。装置を壊さずに持ってきてくれたおかげね。素晴らしい。想像以上だわ。さあ、カイラル通信をつないで。これこそが研究の第一歩ね。はい。よし、グレネードランチャーが使えるようになりました。やった、グレランゲット。グレランだって。はい。ありがとう。このタールがデスストランディングの現象と関係していることは間違いない。私はそう思う。トキューやタールは DS 以後に発生した。それは新しい環境の変化だと考えられる。その新しい環境に適応する形で進化できない生命はいつか絶滅するしかないでしょう。地球のあらゆる生命には遺伝子の働きを調節する領域がある。それはエンハンサーと呼ばれているの。それが進化を促してきたと言われている。その反対に生命を絶滅に導くような因子もあるかもしれない。それは絶滅因子と呼ばれている。進化するのか絶滅してしまうのか。変化した環境に置かれて生命は何らかの選択をしてきたに違いない。これまでもこれからも選択しなければならない。そう、タールの中にその太古の記憶が埋まっているはず。過去に起きた命の選択を解明できれば、私たちの進むべき道がわかるわ。おかげでタールの組成や構造について詳しく調べられるようになった。
成果が出たらあなたにも伝えたいと思ってる。ありがとうサム、君のおかげでデスストランディングの研究はさらに先へと進むはずだ。君が回収してくれた錆体付きのアンモナイトや私のところに運んでくれたママの遺体や錆体のことも分析が進んだ。蘇った過去のデータとの照合もすることができた。一度私のラボに戻ってくれないか。カイダル通信の中継拠点を設置するための準備も整った。中継拠点の修復に必要な機材は私のところに揃っている。頼んだよサム。ドラ戻りますか。新しい依頼があります、はい、受注する際は配送端末。こっからどこだっけ。上か、遠いな。うわ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 、落ちてくんなよ、降ってくんなよ。よし、ハートマンのとこ、いや違う、まだ遠いな、まだ先だ。あートラックが壊れそう。耐えて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 、やっと戻ってきました。ちょっとね、変なとこ行ってね、迷っちゃったよ。見て、ハートマンのね、施設の屋根から到着できそうです。よいしょ。はい、ロープ使わなくてもいいやん、はしごあるからね。それじゃあもらいましょうか資材。また死んでる？また死んでるっぽいね。いや生きてた。ありがとうサム、過去とつながることで様々な手がかりが判明したよ。大丈夫だ、今帰ってきた。時間はある。ママに会った時君に強い抗原抗体反応があったはずだ。そうだろ。 BT がいたからな。それもあるが、その他にも理由があるんだ。彼女の体内から大量のカイダル物質が検出された。それは君の体やスーツの表面に付着しているのとは訳が違う。あらゆる細胞内から検出され、しかも細胞活動は止まってる。君があそこで会った BT は特殊だった。彼女の子供であり、彼女自身のカーでもあった。カーとハーは通常のように分離せず、錆体を介してずっとつながっていたんだろう。そう考えるしかない。それで彼女に触られてもあざにならなかった。それだけじゃないんだ。あと10秒です。記録時間を細工した。ここからは本部の記録には残らない。ああなるほど。見てくれ、デッドマンのメッセージだ。錆体と一緒に入ってた。サム、すまなかった、また内緒で荷物を忍ばせて。だが何としてもダイハードマンには内緒にしたかったんだ。記録に残らない荷物にする必要があった。まだ秘密にしておきたい。ダイハードマンの疑いが晴れたわけじゃないからな。サム、それはブリジットの錆体だ。密かに切断しておいた。胎児とつながっている錆体ではない。体の外側に向かって生えていた。大統領に頼まれたんだ。デスストランディングを乗り越える鍵があるかもと。ただし長官には言うなと口止めされていた。その錆体は腐ったりネクローシスしたりもしない。なんていうか完全に時間が止まっている。ハートマンなら何かわかるかもと思ってマウンテンノートシティ経由であんたに届けてもらった。デッドマンの推測は正しかった。これはママの遺体と同じだ。どういうことだ。ママとこの錆体には共通点がある。細胞内から大量のカイダリウムが検出された。つまり大統領の錆体はビーチにつながっていた。だからこれも時間の経過を免れた。
それを私なりに考えてみたんだ。あくまでも仮説だが、聞いてくれないか。かつて地球の生命を襲ったビッグファイブをはじめとする大小さまざまな絶滅、それらは地層に刻まれて記録されており、それらどの地層からも大量のカイダル物質が検出されている。つまり過去の絶滅期にも現在と同じように各地にビーチが出現していたのではないかということが言えるだろう。それはつまり、そう、デス・ストランディングは過去に何度も起きていたのだ。復活した過去の記録と研究から考えられるのは、今が第6の大きな絶滅期だということだ。6番目の、まさか。これは知っているか。1万年前の氷漬けマンモス。正解。これは5300年前のアイスマンだ。彼らにも祭体があったんだ。バカ。そして例のマンモスやアイスマンも実は氷漬けされていなかったとしたら、つまりママの遺体のように時間が止まっていた。うん、 DS が起こったおかげで検体が全て失われてしまった。だからもはや実物を調べることはできない。しかしデータの断片は残っている。カイダル通信でそれらをつなげばエボデボ技術によって再生することができるかもしれない。ではこれはどうだ。6550万年前のへその緒がある恐竜の死体、しかも腐敗していない。 ありえない。へその緒があるのは哺乳類だ。うん、いや、これは我々が知っている母子をつなげるための祭体ではない。これはおそらくあの世とつながるストランドの一種なんだ。私の仮説だが、哺乳類の祭体は DS の祭体を模倣して進化したのではないだろうか。 DS は必ずしも生物にとってネガティブなものではないのかも。採用中。アンモナイト、恐竜、マンモス、アイスマン、いずれも時間が止まった状態の個体が発見された。かつて絶滅した生命になぜか祭体があった。それらは全て祭体でビーチにつながっていた可能性がある。さらにこれを絶滅体仮説と重ね合わせてみると、祭体付きの生物こそが絶滅体ではないかということが推測できる。そうだサム、絶滅体はその祭体によってビーチとつながっていて、その力を使い何らかの方法によってデス・ストランディングを招くというわけだ。ブリジットも絶滅体だったと言いたいのか。いや、それはまだ断定できない。というのも大統領の遺体は君が焼却してしまったからな。確かヒッグスはアメリオを絶滅体だと言った。ドゥームスでもないと。サム、いいか、ブリジットが絶滅体だったと仮定すると、娘のアメリも絶滅体である可能性はある。少なくともブリジット亡き今、ヒッグスはそう考えているのかもしれない。やつは絶滅体のアメリを使って一気に大量絶滅を起こす。どうだろう、絶滅体という種の一個体にそれほどの力があるかどうか。彼女が絶滅体かもわからない。しかしヒッグスはアメリを利用しようとしている。そうだ、一刻も早くアメリを救わなければならない。あと1分です。どこかに捕まってください。これは本当の警告だサム、西へ向かってくれ。ダイハードマンとはどう接したらいい。今まで通りにしてくれ。私たちが疑っているのを悟られてはいけない。いずれにしろ今はカイダル通信をつなぐしかない。分かった。パボのセキュリティをロックします。5 4 3 2 1
なるほど、ブリジットもね、もしかしたらあんな感じで腐敗しない体だったのかもしれないですね、再体があったってことは。ただね、燃やしちゃったからね、もう今となっては分かんないんですよね。はい、再体はね、そういったためについてたものっていうのが今回分かりました。そうだったらね、アメリがね、もう一回デスストランディングを起こす可能性もありますね。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。いけるぞ。次回はね、またここでミッションを受けてね、中継地点を修復しに行きたいと思います。はい、それでは島津のデスストランディングでした。またよかったらね、続きも見てやってください。よろしくお願いします。失礼します。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。